日産自動車と積水ハウスはプラス E プロジェクトと題して、集合住宅に EV 充電設備導入を促進するプロジェクトを進めています。今日はこの日産リーフに乗って最新の EV と充電を体験してみたいと思います。すごい加速が滑らかです。すごいスムーズですね。とにかく音が静かで振動が全然ないです。すごい楽ちんですね。静かでこれは本当に長距離運転の時に運転しやすそう。車のこのエンジン音が静かなので会話がしやすい気がします。音楽も聴きやすそう。これはペコパさんが言ってました長距離運転でも音が静かだからみんなと会話ができるっていう。日産グローバル本社にやってきました。ここにも EV 充電器が設置されていて充電が可能です。日産リーフ E プラスであれば充電 100% で最大450キロも走ることが可能です。電気自動車は動く蓄電池といわれ、テレビやエアコンなどさまざまな電化製品の電源として活用できるので、停電で外部からの電気供給がない非常時も自宅で安心して過ごすことができますね。直近3年間で、約 76.8% の方々 EV の購入を検討されているというデータがあったんですが、一方で自宅にこう充電設備がないという理由で本当に9割方の方々がですね EV 購入をためらっているというちょっとデータが出まして、弊社はそこに関して非常に課題として捉えています。大手ハウスメーカーの積水ハウスさんとコラボさせていただきまして、プラス E プロジェクトという集合住宅にも EV をという、キャッチコピーで、プロジェクトを立ち上げさせていただきました。初めてこう EV を購入するときにどうすればいいかわからないって方々が非常に多いという声を届いていましたので、それを解決するためにファーストステップ診断というものを設置させていただきました。クイズ形式になっておりまして、駐車場があるかないかっていうところだったりとか、実際集合住宅の方で賃貸なのかもしくは分譲なのかみたいなところを分けさせていただいておりまして、その方々に合ったこういうことをすればいいよという内容の答えを出させていただいているという形になります。電気自動車というところが自宅で充電できるというところが非常にメリットなので、その分をしっかり届けられるような、形でプロジェクトを進めていきたいなと思っています。ではファーストステップ診断やってみたいと思います。診断スタート。のお住まいは集合住宅ですか？賃貸です。敷地内に駐車場がある？イエス。診断結果もう出ました。とっても簡単に診断することができました。EV を買いたいけど少しでも悩んでいるという方はぜひこちらのプラス E プロジェクトのサイトをご覧ください。